SNK Playmore presents. There's a man to go beyond. Yagatte koi. The best stage. Awaits you, CTO. 最強とはどういうことか? Wolves never sleep. ガロー伝説プレミアム登場。プレミアムモデルワイルドウルフ、そして継続率、ゲーム数上乗せ、セット数上乗せ、特化ゾーン、お願い、全てを叶えるプレミアム仕様、新たな伝説が始まる。ガローラー、純増 2.8 枚、ワンセット最大100ゲーム、 AT ガローラッシュ。レア子役からライバルバトルに発展すればゲーム数上乗せのチャンス。バトル勝利でゲーム数を上乗せ、ライバルを蹴散らし上乗せを勝ち取れ。知らぬ今井が登場すれば勝利のチャンス。スペシャルアビリティ発動で上乗せゲーム数が大幅アップ。KO クラウザーに勝利すればセット数とゲーム数をダブルで上乗せ。さらにレア子役の抽選でヒートゲージポイントを獲得。ベルやリプレイからヒートチャンスに突入すればポイント獲得率が大幅アップ。全役でポイント獲得を抽選。ヒートゲージマックスでセット上乗せが確定。さらにオーバードライブが発動すればバトル超広角ゾーンに突入。バトル発生率は 3.3 分の1。赤7が揃えばセット上乗せが確定。さらにTOP が発動すればマイゲーム上乗せ。圧倒的な破壊力で上乗せコンボを決めろ。ゲーム数消化後は AT 継続をかけ宿敵ギーストのバトルに突入。継続率は 50% から最大 90%。 テリーが負けない限り AT が継続。ガローチャンス。AT 突入の鍵を握る3種類のガローチャンス。20ゲーム間マイゲームポイントをためバトル勝利で AT に突入するバトルモード。マイゲーム全役で AT を抽選。支配人フォックスを KO すれば AT に突入するノックアウトモード。そしてクラウザーに遭遇すれば AT が確定するクラウザーモードを搭載。通常時
突如発生する宿命の戦い、フェイタルフューリー。ギース撃破でファイナルインパクトに突入。逆回転成功で AT をストック。複数ストック状態からガローラッシュに突入。そして新たな伝説が始まる。感性を刺激する映像美、五感を挑発する専用筐体、圧倒的な可能性を秘めたガローラッシュ。その全てがプレミアム。ガロー伝説プレミアム、6月上旬稼働。